ナラティブという言葉を知っていますか？それは治す医療から支え、寄り添う医療への意識改革を表すキーワード。新しい医療の形が秋田から広がり始めています。秋田県横手市で薬局を営みながら在宅訪問もしている薬剤師の今野悦子さん。鎌倉で有名な横手市はとても雪深い地域です。昨日は十文字から太夫まで駆けました。お二人ともナラティブブックの患者さんだったんですけどでも昨日は割と天気も良かったので、うん、そうです。ご飯を食べたのは4時でした、全然まだ在宅とかっていうのが広がってない頃から、点数がつく前に始めてたんですよね。一番最初の時から実はそういうことがしたくて始めてたので、自分としてはあんまり大変っていう感覚がない。私お薬屋さんって薬だけのことじゃないなっていうのは常々思っていて、患者さんとお家に持っていくとそのお家の事情とか、その患者さんの分からなかったこととか、ご家族のこととかが割とよく分かってくるんですよね。例えば病気なんかもそうだし、例えばお家のことで困ってることがあることが、今その方の困ってることにつながってるっていうか、ということが見えてきたり、嬉しいことも悲しいこと、このシリーズではナラティブブック秋田に関わる人とその人自身の物語を紡ぎます。今野さんは横手医師会からの声掛けでナラティブブック秋田に参加しました。医師会の先生方が在宅普及講座なんかもやられてますし、横手市は、医師会の先生方が本当に一生懸命で、私そういう在宅の仕事をずっと以前からしてたっていうこともあって、先生と一緒にお声掛けいただいたんですよね。ナラティブブックがいいのはやっぱり写真ですね。うちの母親なんかも特にそうなんだけど、写真撮ることに慣れてない人たちっているんですよ。でもナラティブブックを使うようになって写真をいっぱい撮るようになりました。最後の時に向かっていくためのツールって思ってないので、今実際生きて楽しんでやってることを残してるっていうか、だから楽しんでる今を、記録してる。それが最後になった時に、こういうこともあったね、こういうこともあったねって見れるものになるから、そう、父親が生きてる時もやりたかったなって思ってて、実は今亡くなってるけど父親のページもちょっと思い出しながら作ろうかなって思ったり、そういうこともできるのでね、自由ですからね。うちの父親の肺炎で入院したんですよね、病院に。まだコロナ前だったので、ほぼ毎日病院に行ってたんですよ。で、退院もできるはずだったんですけど、私こういう在宅の仕事をしているからお家で見る気満々だったんですよ。例えば本当に亡くなるっていう間際の人も、家に帰りたいっていうのはもしかするとうちの畳で死にたいっていうことじゃなくて、早く元気になって帰りたいって、その気持ち、そういう気持ちだけなのかもしれない。うちの母親にね、言われた時そうだよなって、そういう人の
そういう気持ちを大事にしないといけない、うん、そういう仕事かもしれないけど私たちはそういう仕事なのかもしれないけど、うん、それありきで話を聞いちゃダメだよっていう、うん、ここにいてね、あの本当にお腹にいた時からの子が今もう小学校とか中学校とかになるわけですよ。そういうのを見てて、で、あの一方でお亡くなりになる命もあったりして、うん、だから人の一生に関わる仕事だなっていうのを、うん、在宅の仕事をするようになって余計に思うようになったんですよね。多分薬局って相談、いろんなことを相談できる場所と思ってるので、うん、でその人の困ってることにいくらでもこう力になってあげたい、うん、っていう感覚でその人を見るっていうところなを大事にしてるっていうか、そういうことの積み重なりが、うん、今になってる感じですかね、うん。